こんにちは、早川洋平です。石田イラ、恋と仕事と社会の Q&A、今日もやってまいりました。イラさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、毎度ですけど、イラさん、今まで、そのプライベートも合わせたらどのくらいこういう人生相談って見てます？いや、もう1000件じゃないですね。1000件ぐらいはもう楽にあると思いますね。はい、そうすると、まあ、なんかこの悩んでる方にはちょっとあれかもしれないですけど、はい、今まで見たことない質問とかってやっぱりもうあんまなくなってくるんですか？それはそうですね、大体、大体はどれか聞いたことあるよなっていう感じのが多いですね。ただ時々、はい、本当に目の玉が飛び出るようなっていうことありますからね。そうですね、この番組も何回かはありましたけどね。さあ、今日はどんな質問なんでしょうか。45歳女性の方からいただいています、はい、プレ更年期です、はい、幼少期より性欲が強く、みだらな妄想しながら G ばかりしていました。おお、ストレートですね。22歳でやっとできた恋人と体をつなげても妄想のような快感はありませんでした、うん、セックスってこんなものだったのという、わずかな、落胆と、それでも体を求められる嬉しさ、うん、恋人時代何度も体を重ねました。その彼と23歳で結婚、しかし何年経っても性的に開発されず、行くどころか気持ちいい満たされるようなセックスもできていませんでした、はい、そして、それを話題にできるような関係でもありませんでした。ここは厳しいよね。そうですね、夫婦で協力プレイして、ゲームばかりしていた戦友のような関係、次第に彼のことを男性として見られずに、ゲーム仲間、仕事仲間のように捉え、セックスを諦めていました。はい、それでも排卵期や生理前、性欲が強くなると憧れていた高校の先生を置かずに G しながら相手のことを密かに恨めしく思っていました。リアルですね、43歳の時、ある壮絶なきっかけで今までの性的な気持ちを相手にぶちまけることになりました。それから私は彼に体を開発されました、開発させました、はい、セックスの快感、オーガズム、キスの心地よさ、体を重ねた後の幸福感、今まで感じられなかったものが一度に私に押し寄せ、嬉しいのと同時にそれがなかった過去がすごく悲しくなりました。彼は過去を悔やみ、真摯に受け止め取り組んでくれました。なのに私は20年間の性的なすれ違いが許せずに、明るかった過去も全て暗く塗りつぶしてしまったのです。おお、どうして私は今生きられず過去に執着してしまうのか、自分の中のどす黒い感情を持てまし、消えてなくなってしまいたいほどです。どうすれば今の彼に感謝し愛を注げるでしょうか、ということです。なるほどね。リアリティがありますね。43歳の時に何かのきっかけがあって、ね、全部を彼に話すことができたんですね。壮絶な何か。でもこれね、逆に考えてみると、これ普通の話だったら、43歳で初めて喜びを見つけて、今最高に盛り上がってますっていう風になるんだけど、見つけた途端に逆に満たされなかった20年のことが頭の中に浮かんじゃってきてるんだね。なんか、まあ、もちろんその方しか分かんないですけど、ちょっと意外ですよね。ただこの彼は頑張ってない、多分年齢的にも同じ年かちょっと上ぐらいの感じですね。そうですね、近い感じしますよね、はい、それで彼女に43歳わーって言われた時に、彼も40代でよし、じゃあ一緒に頑張ろうって言って努力してくれたっていうところね、はい、そこの部分をやっぱもうちょっと評価してあげなきゃいけないんじゃないかな。そうですね、今この彼女って、はい、自分の過去のことばっかりにとらわれてると思うんだよね、満たされなかった20年、自分のことを幸せに、まあ、性的にね、幸せにしてくれなかった相手とその20年っていうので、その自分の若い時代だったり魅力的だった頃を全部無駄にしたと思ってるんだけど、でも逆に言うとその20年がなかったら、そうですね、今もないよね、しかもその20年間の間にぶち切れて話をしていい結果が生まれたんだけど、自分の殻を破れなかったのも彼女自身じゃないですか、なのでそこの間で彼女がもし早めに行っていれば、このことが早く来てると思うんだよ ね、 あ、そうですね。なので責任は半々だと思うんですよ、だからそこで相手にだけ非がある、自分のことを放っておいたら許せないってなるんじゃなくて、ここはやっぱりお互い半々なんだからしょうがないなっていうのが一つと、あと45ってまだ若いよね。そうですね。で今見つけたとなると、これから10年間15年間、全然バリバリなんか素晴らしいエッチができるので、そう考えたらやっぱり前を向いた方がいいんじゃないかな。取り戻すどころかね、プラスになれそうですよね、そうだから彼のことを責める前に自分にも非があったことをちゃんと考えてほしいかな、それとさ、彼女が一回打ち切れてるじゃないですか、はい、彼も一回
本当に言いたいことを言ってもらった方がいいんじゃない、うん、確かに。井川さんおっしゃって、やっぱりどっちかだけってないですよね、うん、いろんな意味で半々で、彼女が我慢してたなら彼も何か辛かったものあるはずですよね、うんうん、だからそこはちょっとやっぱり一方的に彼に怒るんじゃなくて、なんか責任を相手にこうなすりつけすぎなので、もうちょっとあの自分の非も認めましょうよ。その上で何か楽しめばいいよなっていうふうに思うんですけど。そうか、でもね、やっぱり井川さんもそれこそそういう恋愛小説もたくさん書かれて、うん、まあ、いろんな、多分ことわかることあると思うんですけど、うん、不思議ですね、この文章だけ読んでると、その、まあ、今までずっと辛かった部分はあっても、うん、43歳、まあ、壮絶とはいえきっかけで、うん、まあ、そのお互い幸福にその、うん、まあ、セックスできるようになって、うん、しかもその相手が、まあ、よくある小説だとそれがなんか不倫相手とかじゃないですか、うん、はいはい、この結婚した彼なわけですよね、うん、だからそこからでも何か未来じゃなくて過去にフューチャーしちゃうって、やっぱりそういう人もいるってことなんですね、この方。いや面白いよね。だから逆に言うと、その20年の間の心の闇がやっぱりかなり深くて大変だったのかもしれないね。で、例えば20代の体と今の40代の体ってやっぱ全然違うじゃないですか、はい、女性の場合は、はい、その一番自分にとって綺麗だった時をむざむざこうね、浪費してしまったっていう後悔がすごくあるのかもしれないけど、でもそこのところはね、そうですね、うん、あの時は本当に戻らないんで、うん、あの前回の頭が薄くなって自信がないっていうのと一緒で、はい、どうしても自分でどうにかしたってどうしようもないことってあるじゃないですか、はい、肉体だったり体格だったりあるいは過去だったりってどうしても動かせないので、動かせないことを悩むのはもうやめましょうよ、本当、あのそれはもう無駄なので、うんうん、で彼はいい人だと思うよ、これ読んでる限り。そうですね、うん、夫婦で協力プレイしてずっとゲームをやれる、はい、しかも結婚して20年経っても遊べる人で、うん、で本当に自分から、ちゃんと告白をしたらそれに応えて頑張ってくれる、いや、いい人なんじゃないかな、うんうん、またなんか次のところに行くきっかけかもしれないですよね、うんうん、でも逆に言うとさ、はい、ここでこの自分のドロドロした暗い後悔だったり、うん、過去に対する怒り、はい、満たされない怒りみたいなのを乗り越えられると、この二人はすごくいい夫婦になるんじゃないかな、ね、次の30年40年もなんか楽しく過ごせそうですよね、うん、そう、なのでなんかいつまでも年を取っても2人でなんかちゃんといいエッチをしてほしいですね、はい、うん、さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。また、イラさんとのサロン世界フィクションできているの会員も募集しております、いずれもイラさんの公式サイトをチェックしてみてください、イラさん今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。